R. ボイキンスこと R. ア,アントワン・ボイキンスはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。オハイオ州クリーブランド出身。ポジションはポイントガード。165センチメートル60キログラム。NBA 史上でマグシー・ボーグスに次いで2番目に低い選手であった。大学はイースタン・ミシガン大学でプレー。4年生の時には27.5得点5.1。 アシストの成績で、オールアメリカンチームの候補に挙げられた。NBA ドラフトでは、指名を受けず、CBA のロックフォードライトニングでプレーした後、1999年1月21日に、ニュージャージーネッツと10日間契約を結び、NBA 入りを果たす。ネッツでは5ゲームだけプレーした後、続いて、クリーブランドキャバリアーズと契約。その後も、短期契約を繰り返しながら、 オーランドマジック、再びキャバリアーズ、ロサンゼルスクリッパーズを渡り歩いた。2001から2002シーズンのクリッパーズ時代はようやくシーズン通して一つのチームに腰を落ち着けることができたが、1試合平均出場時間はわずか11分だった。いずれのチームでも出場時間がごく短い時間に限られていた理由は、ボイキンスの165センチメートルという、 NBA 選手としては極めて小柄な体に他ならず、ディフェンス時には常にミスマッチを強いられるという致命的な欠点を嫌い、どのチームでもボイキンスを積極的に使おうとはしなかった。キャバリアーズ時代には彼よりも身長の低い客には割引をするというサービスもあり、注目の視線は彼の身長にしか注がれず、彼の非凡な得点能力に注目が集まるのには時間がかかった。 2002から2003シーズン、ボイキンスはゴールデンステートウォリアーズにてようやくチャンスをつかんだ。1試合平均で20分近くの時間をもらえるようになり8.8得点3.3アシストのアベレージを残す。このシーズン終了後にはその得点力を買われ、デンバーナゲッツと5年間で1370万ドルの長期契約を結ぶことに成功した。ナゲッツでは シックスマンとして活躍。2004年11月11日のデトロイトピストンズ戦では32得点を挙げ、NBA 史上試合で30得点以上取った最も低い選手となった。2005年1月8日のシアトルスーパーソニックス戦では延長の5分だけで15得点挙げ、これは当時の NBA 記録であった。2006年12月19日、 ナゲッツは大物選手であるアレン・アイバーソンを獲得。これに伴ってボイキンスはジュリアス・ホッチと共にスティーブ・ブレイクとの交換でミルウォーキーバックスに放出されることになった。ボイキンスはトレードに出されるまでの10試合を彼と同じく小柄な選手の代表格であるアイバーソンと共にプレーしたが、二人は効果的なコンビプレーを見せ、ボイキンスは この10試合中8試合で20得点以上を上げていた。そして1月10日のサンアントニオスパーズ戦を最後に4シーズンプレイしてきたチームを去った。チーム成績が低迷しているバックスでは得点力を期待され出場時間はさらにアップ、先発に起用される機会も増えた。移籍後2試合目では早速30得点を上げ、1月27日のサクラメントキングス戦では、 キャリアハイとなる36得点、4月6日のアトランタホークス戦でも同じ36得点を挙げた。シーズン終了後、プレイヤーオプションを行使して FA となったが、どのチームとも契約を結ぶことができないまま07から08シーズンは始まってしまい、半分が過ぎた2月にようやくシャーロット・ボブ・キャッツとの契約に成功した。2008から09シーズンは、 イタリアセリエへのビルトゥスボローニアにイタリアリーグ史上最高額の契約で入団。1シーズンプレーした。2009年11月11日、ワシントンウィザーズと契約した。2010年8月19日、ミルウォーキーバックスと1年契約を結んだ。2012年3月26日、ヒューストンロケッツと契約を結んだ。ありがとうございます。